こんにちは、保健情報チャンネルのブラック先生です。4月の17日水曜日ですね。今日はなんか朝天気が良くなかったんですけれども、すっかり晴れてきましたね。ただこれからまだ雨が降るかもしれないなんていうお話がありますので、そんな状況の4月半ばというところです。で、今日お話しするのはですね、偏差値では絶対見えないものがありますよというお話と、でそこから起こる誤解って、まあこれがなんていうんですかね、受験をしていくのに、まあ、最初は、中学受験する方はなかなか、そんなに大人数ではないと思うんですけれども、多くの方が高校受験で、偏差値に触れるようになって、で、大学受験に向かっていくという時に偏差値に一喜一憂してということで、大学に入ってしまうと今度逆に偏差値というのとは縁遠くなっていく、その中で大きな誤解があって、まあ、そこからですね、大きくもしかすると、それに振り回されることによって、なんていうんですか、思いもよらなかった、人生の、選択ということになってしまうんじゃないのかなというお話をしていこうと思います。でそもそも論ですけれども、偏差値ってなんだっけというところですけれども、まあ、これはですね、別動画で詳しくお話ししているので、できればそちらを見ていただければなと思うんですが、結局のところ平均点からどれだけ離れているか、要は上へ離れているのか下へ離れているのか、というのを、まあ、偏差値50が平均点というところで、そこから上へ離れていれば、まあ、仮に55だったり60だったりという話ですね。で下へ離れていくということになると45だったり40だったりみたいな形で、50を基準に平均点からどれだけ離れているかという指標ですよということです。で、何がわかるかというと、大体の順位がわかるよねということです。ですので、まあ、学校の中ということだと、例えば1学年、例えば200人300人ということだと、君は何番だよと言われればなんとなくイメージはつきやすいんですけれども、例えば埼玉県の高校受験で、1学年6万人なんて言われてしまうと、君の順位は2万8972番だよなんて言われてもピンときませんよね。でそれが、まあ、大学受験になって全国規模で全国の受験、を考えている、同学年の方が、例えば50万人いるよなんていうと、その50万人のうちの何位だという形で順位を言われてもあんまりピンときませんよね。でそれを、指標という形で表したのが偏差値ということで、まあ、例えばですけれども上位 35% には入っているんだなみたいなことが分かる数字というのが偏差値ということになります。でちょっとイメージしていただきたいんですけれども、今ちょうど4月ですので、4月の現在で偏差値で持つイメージってどんな感じですかというのをちょっとイメージして想像していただきたいんですけれども、中学3年生新受験生になって、これから来年の高校入試に向けて頑張っていくよという段階で、で目標とする高校の入りたいなと、まあ今現在だとまだぼんやりした目標かもしれないですけれども、目標とする高校の偏差値に届くまで5、ありますよ。もうあと5偏差値上げられれば安心して受けられるのになという状況。あと、まあ、そこから3年後経ってですね、高校3年生になって目標の大学へ向けて、あと偏差値5を上げればいいのになという、イメージ、持つイメージ違いますかねというところなんですが、多くの方が、まあ、同じ偏差値5でしょうということで、5ぐらいだったらなんとかなるんじゃないとか、うわ5も違うんだったら、ちょっと厳しいなですとか、中学3年生の時の偏差値5と高校3年生の時の偏差値5、何が違うのというのはあまりピンとこないということなんじゃないのかなというふうに思います。で、何が見えないのかというところなんですけれども、広がっていく差が全く見えないのが偏差値という数字です。ですので、先ほども言いましたけれども、平均点からどれだけ離れているか、全体から見て大体の順位が分かるよねということで、順位は分かるけれども、じゃあ上げていくのにそこにはどれだけ差が、あって、その差は、学年を追うごとに実は広がっていってるんだよというところが全く見えないということになってくるかと思います。でこれを、まあ、同じセリフを何度も書いたんですけれども、イメージしていただけるように、分かりやすくですね、例えば中学に入ったばかり、中学1年生の4月というと、まあ、先月までは小学校6年生で、中学受験をしてこなかった方が多くだと思いますので、
そうすると、まあ小学校のうちはみんな横並びで、一緒に遊んだり一緒に授業を受けたりということで中学1年生になりましたよ。で、その時に、まああまりある話ではないですけれども偏差値の出る、模擬テストを、みんなで受けましたよ。でその時に出た偏差値が、仮に40のお子さん、50のお子さん、60のお子さんで、何が違うのというところを、考えてみると、まあ、今まで勉強したこと、中学の勉強はまだ始まってないような4月ですので、小学校のことがあまり理解できていないよねというのが偏差値40、小学校のことがまあ平均レベル程度には理解できているよねというのが偏差値50、偏差値60のお子さんは小学校のことがまあ大体理解できているねというのが偏差値60のイメージという形で、思っていただければなと思うんですけれども、じゃあこれが2年経って中学3年生の4月、今年1年かけて受験勉強をして、高校受験に向かっていきますよという段階の偏差値ってどういう意味があるのというところですけれども、偏差値40、50、60で、どういう違いがあるかというと、小学校から、中学2年のことまで全学年ですね、先月まで中学2年生だったわけですから、中学2年生のことがあまり理解できていないよねというのが偏差値40、まあ、平均的な理解度があるよねというのが偏差値50で、まあ、大体理解できているよねというのが偏差値60ということだと思います。ただこれがですね、高校入試が終わってで、高校に上がってしまうと、まあ、日々ですね、まあ、中間テストだったり期末テストだったりというところでテストされる内容が高校の、範囲のことばかりを追いかけていくことになるので、そこで多くの方が、まあ、高校生ですね、多くの高校生が、うっかりしてしまうのが、高校3年生の4月の偏差値というのは高校の勉強でどれだけ差がついたかということで、偏差値40というのは高校のことがあまり理解できていない、偏差値50というのは高校のことが、平均的な理解度、偏差値60というのは高校のことが大体理解できているというふうに勘違いしてしまうんですけれども、いやいや実はですね、これは小学校の頃から、高校2年の前年までの内容があまり理解できていないよねというのが偏差値40であり、まあこの時と一緒ですね、偏差値50というのは小学校の頃から積み上げてきた内容で、区切りを高校2年までということで区切った時に平均程度の理解ができているよねというのが偏差値50であり、で偏差値60というのは同じような範囲、小学校から高校2年までのことが大体理解できているよねというのが偏差値60ということになりますので、ここから、偏差値、先ほどのお話ですと、偏差値が目標偏差値まで5足りないよということになったときに、何を補わなければいけないのか、足らない内容は何なのかということを振り返ってみると、この5の中には中学1年の4月の時にには小学校のことだけで差がついていたものが高校3年生になってしまうと、小学校でなんとなくわからなかったこと、中学校でもなんとなくわからなかったこと、高校に入って2年間の中でなんとなくわからなかったことを全部含めての5ということになりますよということになります。ですので、中学範囲の2年分の復習、プラス中3の範囲でいいと思ってませんか、この段階ですね、高校受験に向かっていくときに中学範囲の2年分の復習と中3の範囲をこれからしっかりやっていけば高校に受かるんじゃない、目標とする高校に受かるんじゃないのかなというふうに思っていませんかというところなんですけれども、実はですね、高校受験に向けて小学校の範囲しっかり分かっていないから、中学に入ってのことが余計分からなくなっちゃってるんですよ。だから復習をするとすると、まあ、小学校、まあ、4年5年6年あたりで、難しくなってきた範囲からですね、中学2年までの、まあ、5年分ぐらいは復習が必要ですよねということになってきます。で、高校で、高校3年生ですね、で、大学受験に向かっていく方というのは、まあ、高校でですね、中間テスト期末テストに追われる中、追われる生活ということ
になると高校の範囲のことばかりに目が行っていて、高校の範囲のことが分かれば大学に受かるんでしょうという形で、誤解されがちですけれども、実は、その2年分の復習と高校の3年で習う範囲をやればいいというふうに、思っていませんか。そんなことないですよ。実は、小学校の頃からなんとなくぼやっとしてしまった、分からなくなってしまった、なんとなく分かったつもりで進んできたんだけれども、なんとなくもやがかかったような理解としかなかったところから始まって、高校2年までの範囲をしっかり復習しないと、大学には受からないということになりますよね、ということになります。で、受験学年は1年しかないのに、高校受験では、まあ5年分ぐらい、大学受験ではざっと8年分ぐらい、復習をしっかりしないとその次の段階でなかなか点数って上がっていかないよね、という、この差が実は年を追うごとに、復習しなければいけない範囲、要は借金みたいなものですね、積み残してきてしまったことというのは増えていく中で、指標としては偏差値的には5しか違わないということになってくるんだと思います。ですので多くの高校3年生が誤解する、高校受験が終わって2年経つうちに大学受験に向かって全員が同じスタートラインにいるんだから、ここから1年頑張れば、なんていうことをよく聞きますけれども、そもそも同じスタートラインにはいません。で、高校受験でなんとかなった偏差値さん、また大学受験に向けてまたなんとかなるんじゃないのかなというふうに、イメージする方もいらっしゃると思うんですけれども、そう簡単にはいかないよ。なぜならばというところで、復習しなければいけない範囲、理解が追いついていなかった、積み残してきてしまった、まあ、ある意味借金みたいなところの範囲は、ここで広がっていますよね、ということになります。で、多くの親御さんが勘違いすることなんですけれども、5という数字があまりにもちっちゃな数字なので、まあ、基準が50で、上は70いくつ、下は20いくつまで、ある範囲の中で、たったの5じゃないか、5くらいなんとかなるだろうということで、まあ、根性論をおっしゃる、まあ、特にお父さんなんかいらっしゃるんですけれども、そう簡単にその5という数字は、縮まるものではないですよ、ということになってきます。で、あとはお母さんに多いんですかね、解き方ですとかコツを教えてもらえばうちの子だって、特に高校受験で、中学3年生解き方とかコツがわからないからうちの子できないのよね、なんて言ってる、お母さんいらっしゃると思いますけれども、その、解き方とかコツがわからないから、点数が取れないのではなくて、そもそも足らないのはこれまでの基礎ですよ。中学3年生の4月の段階で偏差値が、低いということは、小学校高校の段階の範囲もあまり理解できていないよね、積み残してきてしまったことがあるよね、でそこに向かってですね、中学3年生の範囲の解き方やコツを、まあ、教えたところで、そう簡単に偏差値っていうのは上がらないよね、ということになっていきます。で、もう1点、そんなこと言ったって大学に入ってしまえばもう一緒でしょ、高卒よりはいいに決まってるでしょ、というお話もあるかと思います。要は大学を卒業してしまえば大卒という、またこれですね、同じスタートラインにいるんだからというイメージにつながっていくんだと思うんですけれども、入試を、まあ、高校入試、大学入試、あるいは社会人に向けての就活を超えて、その関所を超えたとしても、何かがリセットされて同じスタートラインにまた並び直すということではなくて、この借金が、多い人少ない人が、その、借金をさらに積み重ねて年数を重ねていってしまうのか、借金を返しながら前へ進んでいってしまうのか、ということで、だいぶ差がついていきますよね、というところはイメージしていただければなと思います。ですので、まあ、こちらですね、よく聞く話ですけれども、まあ、友達の何々ちゃんと比べて、ずっと変わらない偏差値5の差という形で書いたんですけれども、例えばですけれども、中学1年の時偏差値5だけ上だった友達の何々ちゃん、あの子がいたとして、中3の時になっても偏差値5、あの子の方が上だったよね、
で少し上の高校へ行ったよね、で、時が経つとだいぶ上の大学へ行ったね、で、偏差値で表すと5なんですけれども、その差は大きくなるばかりということに、発展していくんじゃないのかなというふうに思います。ただこれが、まあ、一本調子で、あの子ばかりがいいということもありませんので、あの子も途中でつまずくかもしれないですし、脇道へそれてしまうということもあるかもしれないですし、まあ、それがある意味、人生の面白さでもあったり、引きこもごもにつながるということではありますけれども、おしなべてですね、偏差値と学力とというところだけを見ると、もうこういう形につながっていくんじゃないのかなというふうに思います。で、小学校から振り返ってみていただくとですね、小学校のまあ小テストだったりな、点数のつくものがあったと思います。で、まあ、その時もあるいは中学校に入ってからですね、中間テストですとか期末テストなんかもあったかと思います。あるいは高校入試、大学入試等々で入試というところでも、あったと思います。で、〇〇ちゃんはちょっとだけ優秀だから、まあ、我が子よりですね、ちょっとだけ優秀だから、でも頑張れば追いつくわよという形で、その、繰り返しを小学校の頃から何回繰り返してきましたかという、その繰り返しの積み重なった結果が、今の大きな差ということになっているんですよというところに立ち戻っていただかないと、なかなか、根性論で5くらいなんとかなるだろう、あるいは、頑張ればそのうち追いつくわよみたいな形でお考えいただくと、なかなか受験で、うまくいくということはないんじゃないのかなというふうに思います。で、結論的なところですけれども、学力勝負で社会へ出すのか、それともですね、学力以外の強みを持たせて社会へ羽ばたかせるか、これが鍵になっていて、で、どちらを選ぶにしても早いに越したことはないよねということが言えるんだと思います。ですので、まあ、勉強をさせて、一流大学を目指すというのも一つの手ですし、ただしそれだけが道ではないよねということで、例えば高校を卒業して、学力以外の強みを持たせるために専門学校という道もあるかもしれないですし、就職して、実務経験を積んでいくという道もあるかもしれないですし、そのお子さんのですね、何が得意で何が不得意なのかというところをしっかり親御さん見極めていただいて、で、その強みを生かすような形で、社会へ羽ばたかせていただく。で、それには、まあ、早いに越したことはないよね、年を取ってしまってから、やっぱりこっちの道ということになると大きな回り道をすることになりますので、それをぜひお考えいただければなと思います。で、私なりに考えた最悪の道はというところですけれども、小学校中学校の範囲が危うい大卒の22歳というのを作ってしまうと、実務経験もない22歳という年齢になってしまった。で、勉強で勝負というところで、受験受験ということで歩いて大学までは来たんだけれども、実は、小中学校の範囲で大きな積み残しがあるよという大卒という方を作ってしまうと、当然就職活動で苦労をすることになるよねということにつながっていくんじゃないのかなというふうに思っています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。